こちらは新潟市の安らぎ亭で開かれたオレンジリボンたすきリレー。児童虐待防止の願いが込められたたすきをグループでつなぎます。県内では5回目の開催で、今年は250人が参加しました。午前中でも手元の温度計は30度超え。水分補給をしながら2時間たすきをつなぎました。本当は顔を入れて走るんですけど、顔を入れると熱気で曇っちゃって前が見えなくなってしまう。意外と日差しが強くて暑いですね。汗かきましたね。かきました。昨日の酒は全部出ました。最高ですね。はい、最高です。会場ではかき氷も販売されていました。今日はどうしてかき氷食べたいと思ったんですか？暑かったからです。冷たくてすごく美味しいです。参加費の一部や協賛金は児童虐待防止に取り組む関係機関などに寄付されます。